幹事社の日刊建設新聞です。これから知事定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定しています。ご協力をお願いします。まず知事からの冒頭発言が1件ありますのでお願いします。はい、それではまずですね、コロナの感染状況についてご説明したいと思います。お手元の資料をご覧いただければと思います。で、直近の感染状況ですが、2ページにありましたように、新規の感染者数は減少傾向となっております。ただ感染水準で見ますと、第6波のピーク、これ資料の中で、グレーの線を下も引いてありますけど、この第6波のピークを、わずかに下回るという程度でありまして、依然として、水準としては高いところにあるという状況です。次のページをご覧いただきますが、入院の状況ですが、入院患者数も減少傾向が続いておりまして、10月1日から病床フェーズを一般フェーズ4に引き下げています。その一般フェーズ4においても病床使用率 50% を下回って推移をしているという状況です。今後も入院者数の推移などをもとにして適切な病床確保に努めていきたいと考えております。またこれもご承知の通りですが、4ページの方で国の方で9月26日から発生届の対象者が見直されたところであります。本件においては引き続き全ての感染者の状況を把握する体制を維持しております。で、今後の県の方針5ページですけれども、高齢者をはじめとして重症化リスクの高い方に対策を重点化しつつ、医療機関のご協力をいただきながら、すべての患者、感染者の方に行政サービスが届くように引き続き対応していきたいと考えております。で、次のページをご覧いただきますと、重症化リスクの高い高齢者等を守る対策としまして、この度高齢者施設等の従事者検査を拡充をいたしまして、クラスター対策を強化するといたしました。現在は高齢者施設のうち特別養護老人ホームなどの入所施設を対象に勤怠検査を実施しておりますが、これに加えてデイサービスなどの通所事業所や訪問介護などの訪問系事業所でも勤怠検査を実施できるように対象を拡大します。この検査対象の拡大はウィズコロナ社会に移行するための環境整備として国が全国に要請をしております。本県としても要請に応じて対策を強化するのでございます。この取り組みについては10月11日火曜日から開始をいたしますので、多くの施設で取り組んでいただきまして、重症化リスクのある高齢者などへの感染拡大防止に取り組んでまいりたいと考えております。で、7ページ改めまして県民の皆様へのお願いとなっております。引き続き医療機関の負荷を軽減しながら、必要な方に医療を提供できるようご協力をお願いいたします。また感染防止対策8ページになります。県民の皆様お一人お一人にしっかりと感染防止対策を取り組んでいただくことは引き続き重要であります。特にオミクロン株対応ワクチンの接種も始まっております。接種のタイミングが来た方はワクチン接種をぜひ積極的に検討をしてください。引き続き県民の皆様にご協力をいただきますようお願いを申し上げます。私からは以上です。この件について質問がある者は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。なお、主は通訳者の方が通訳しやすいよう、質問ははっきりとおっしゃっていただきますようお願いします。中国新聞平田です。よろしくお願いします。全国一律の全数把握の簡略化が、始まって1週間が経ったんですが、運用、広島県は今
知事がおっしゃったように、全ての感染者の把握というのは続けておられるということですが、運用について、現場の、負担感がどう変わったかという声が上がっていたり、順調かどうかという、知事 その見解ですね、そこを教えていただけたらと思います。はい、もともとですね、我々が行っている運用はその26日以前とほぼ変わらないところでありますので、今のところですね、特に何か問題というか課題が生じているとか、このように負荷がかかるとかというような声は出ていません。一部この、入力するところが変わったりとかしているところが一部あって、それで何て言いますか、その国 この発表とですね、数字が落ちるとなったりとか、そういったこともありますけれども、これは一時的な、ちょっと変わったところによる一時的な問題だと思ってますので、今後制度を浸透をすればですね、改善されていくのかなと思っています。その、入力方法がちょっと変わったところで、初日から国の発表している数字と県の数字がちょっと違ったりっていうのが今も続いているっていうところがあって、これはその集計のタイミングの違いだったりとか、あと一部医療機関が善意っていうか形で入力してしまう部分があったっていうのは聞いているんですが、誤入力だと思うんですけど、その辺については今後その、発表の国の発表ものと県の発表のものが違いが出ないようにする対策とか、もしくはもうちょっとそこは見通せないのであれば、県としてどういう思いだっていうのがあればちょっと教えてください。まずその医療機関がですね、違うところに入力してしまったということは、先ほど申し上げたように、これはこの何て言いますか、こう落ち着くと思うんですね、基本的には。慣れの問題で、あとこのタイミングの問題というかですね、これ今県、国が発表しているのがその1日遅い、1日違う数字で発表されることになっているんですけども、これは公表するタイミングがですね、違うということから来ているということなんですが、国はですね、前日の24時までに、医療機関から報告があったものをこう公表すると、24時から24時、0時から24時までということなんですが、本件ではですね、医療機関に日時報告を求めていないので、前日24時までに各医療機関でその届け出を報告したものをですね、県と、それから保健、所設置の3市と、それから陽性者登録センターが集計をして、でその国のシステムに報告をすると。そうするとその国に報告したやつは次の日に出てくるんですね。で、県は当日に公表を行うということになるので、これはどうしても1日ずれちゃうというわけになるんですね。で、これは国にですね、こう1日前のデータであるということを周知するように、依頼もしているんですけども、そういったこの情報がそういうものであるということが分かるようにですね、運用しています。で、集計についてはですね、この入力日が指定をできないとか、あるいは1日1回でその修正ができないとか、こういった課題があるので、入力ミスにも対応できるようにですね、他県も含めて今、システム端子については努力をしているというところです。県としては、やっぱり、国の対応がどうなるか定まるので、1日早い情報は県だということで、県の情報を積極的にこう県民に意識して見てもらうように。県としてはですね、我々の発表としてはそうなってますので、
それはまあ、ちょっと他県との比較っていうところはですね、やや難しいところがあるんですが、まあ、これは報道機関の皆さんもですね、県発表文をかなり使っていただいているんじゃないかというふうに思いますので、個別の発表文ですね、まあ、それで我々としては、周知というか、ご理解をいただきたいというふうに思っています。まあ、あえてなんかこう、一日遅らせた数値をですね、出していくっていう必要もないのかなと思って。まあ、あとこの全数把握については、まあ、今感染状況がかなり落ち着いてきているというか、感染者数が減ってきているので、まあ、あまり、どれぐらいの効果かっていうのはちょっと見えないところがあると思うんですが、やっぱりこう感染者数がまた拡大したときに、また議論が声が大きくなってくる問題かなと思うんですけれども、まあ、今後、そのインフルエンザともう流行が言われてますけれども、第8波とかそういったことを見据えてですね、全数把握自体をどうしていくのかっていう議論を始めておくべきかなと思うんですが、その辺については、ちょっといかがでしょうか。そうですね、まずこれ、まあ、以前から申し上げてますけれども、これは医療機関のこの、作業というか、業務全体のこの軽減の問題で、で広島県としてはですね、こういろんな形でその負荷を軽減をしながら、まあ、そもそも大きな課題であった HASH の入力項目についてもかなり限定的になってきているということと、まあ、今、いわゆるその全数把握をやっていませんというところもですね、患者さんにこう渡して、紙を渡して、その紙を作らなきゃいけないわけですけど、でそれを渡して、説明をすると、こういうことをしてくださいという説明をする説明の手間を待ったりとか、あるいはそうじゃなくても別 の, データベースに入力をしてもらうというようなことをやっているところが多いんですよね。まあ、そうすると それは新たな業務になっているわけで、その全体として医療機関の負荷がですね、広島県のと違うやり方によって軽減しているかっていうと、それちょっとよく正直わからないという状態ですね。で、一方で、その今後ですね、第7波のピークをまた大幅に超えるような状況になってきた場合に、これをどうするか。これはいわゆる発熱外来とかですね、逼迫してくるっていう可能性はあるわけでありまして、まあ、そういった点についてはやはり今後しっかりと感染動向を注視しながらですね、まあ、今後そういう急拡大が起きた場合にどうするのかっていうのをしっかりと連携して、その防災団というご意見を伺いながらですね、こういった感じの情報の提供を受ける人がどういうふうに扱うのかということも含めて、対策をですね、適切に移行していく必要があるというふうには思っています。まあ、その時にまた、このウイルスの特性とかですね、いろんなことで、ケース変わってくるので、まあ、そういうことも含めて考える必要があると思います。ありがとうございます。次に知事からの発表は1件ありますのでお願いします。はい。それでは私の方からですね、飲んでみる際広島の酒クーポン事業の開始について発表したいと思います。これは10月7日から広島の酒造りと観光を盛り上げるために開始をするものでなります。でこの事業は広島県酒造組合が県の補助金を活用して実施いたします。で県外からの宿泊客の皆様に広島のお酒の購入に使えるクーポンを県内142の宿泊施設において配布をいたします。配布対象施設は専用のウェブサイトでご確認いただければと思いますが、またクーポンの利用可能なお店というのもございまして、これは県内に114店舗ございます。これも専用のウェブサイトでご確認をいただけます。
それでこの事業の開始を記念しまして、10月9日日曜日午後1時から広島駅北口のイベントスペースで、オープニングセレモニーを開催いたします。で、私も参加をいたします。秋の看護シーズン、旅行をですね、明日から少し涼しくなるみたいですけども、まさに旅行にもってこいの季節になってまして、で旅行についてはですね、現在ブロック割を行っていますが、今後全国拡大も予定されているところであります。でこういった制度を活用して多くの皆さんに広島を訪れていただきまして、日本酒をはじめとしてワインであるとか、あるいはウイスキー、ジンといった美味しいお酒、それからもちろん美味しい食べ物ですね、で魅力ある観光地とか自然といった発見の魅力をしっかりと体験いただきたいと思っております。県ではこういった取り組みを通じまして、酒どころ広島の認知向上と観光需要の関係に努めてまいりたいと考えているところでございます。発表項目は以上でございます。この件について質問がある人はお願いします。NHK の石田です。今ご説明いただいたと思うんですけど、ちょっと改めてですね、今回のこの、事業に関して、事業の狙いといいますか、事業者支援なり、広島のお酒の発信なり、いろいろあると思うんですけど、ちょっと知事の方からまとめて、改めてその、この狙いについてちょっと、伺えればと思います。はい、このコロナの中でですね、飲食店の、とかあるいは休業といったようなことを通じて、そのお酒、についてですね、特に大きな影響を受けているというところがあります。これを機にですね、需要の非常に、減ってしまった広島酒どころでもありますので、この需要を喚起すると同時にですね、これは広島への訪問者に限定しているんですけれども、訪問者の皆様、県外からの訪問者の皆様に、広島酒どころであるというところで、美味しいお酒をですね、知っていただきたいと思っています。これを通じて、その旅行もそうですし、それからお酒をはじめとする飲食、で、もちろん広島の訪問者というですね、こういう盛り上がりというか、認知の向上を図っていきたいと考えています。わかりました、ありがとうございます。その他あります？では続いて幹事社質問に入ります。福山駅周辺地区の拠点性の向上に向けた取り組みの一つとして、居心地が良く歩きたくなるウォーカブルな空間への転換を目指した福山駅前広場の再編事業の基本方針の検討策定が進んでいます。来年令和5年度からは基本計画の検討策定に移行する予定です。広島県もこの取り組みを支援していますが、湯崎知事の期待するところなどを伺えればと思います。はい、福山駅周辺地区というのは林業県最大の交通のですね、公共交通の結節点でありまして、広域から人であるとか、あるいは企業を引きつける魅力的な求心力の核となるエリアだと認識をしています。で本地区に新たな活力の賑わいを創出するということは、福山市、それから備後県域はもちろんですけれども、県全体の発展にとっても大変重要だと考えているところです。こういったことからですね、県としても福山市の駅周辺再生の取り組みを支援しているところでありまして、
駅前広場の再編について、福山駅前広場協議会というところで検討されていますけれども、まあ、ここにも参画をしているというところです。で今回 の駅前広場の再編は、駅前広場公共交通の、これ、まあ、車もあるので公共とは限らないですけど、交通の建設機能と、それから都市の広場機能を融合する広場に変えていくというコンセプト で駅周辺への人の流れを生み出して、まあ、良質な民間都市を呼び込める魅力と賑わいの空間を目指すということになっています。で、県としても駅前広場にさまざまな人々が集まって、でそこにまたこう滞在とか滞留してですね、でまた新たな交流だとか価値が生まれると、それが広場周辺の外部にも波及していくと、この、まあ、それをこう目指して、まあ、広場空間に拡大をすることを検討されてますけれども、その完成後の活用方策なども含めて、検討していくということが大変重要だというふうに思っています。まあ、そういった検討を経た上で、駅前広場が人中心 の親しみやすい、まあ、楽しめる場と、で訪れる価値だとか期待感のある場となることで、福山駅の周辺地区全体の魅力向上につながっていくように期待をしているところであります。このことについて関連質問がある者はありますか。では一般質問に移ります。他に質問がある人はお願いします。すみません、 NHK の川田です。2問ご質問させてください。1点目は今日でですね、岸田政権、地元広島選出の岸田政権の発足者が1年というタイミングになりますけれども、改めて知事のご評価を教えていただきたいと思います。その上でもう1点目なんですけれども、岸田政権が調整して、あと、まあ、知事も連携されて広島サミットが実現しますけれども、これからあと7ヶ月余りという状況になっております。改めて準備状況ですとかですね、あとは今後政府とどのような調整が必要かとか、あとは先日議会でも予算が成立しましたので、その辺も含めて改めて意義や意気込みも含めて一言いただけたらと思います。はい、まず岸田政権1年というところですけれども、この間ですね、コロナはもちろんですけれども、原油価格の高騰とかですね、ロシアのウクライナ侵攻とか、非常にさまざまな困難な課題に直面されていると思います。そういう中で現場の声にも耳を傾けながらですね、これ皆さんいろんなご意見あるかもしれませんけど、我々からすると結構いろんなルートを作ってですね、聞き伝えているというふうに思うんですけれども、リーダーシップを発揮して対応をいただいているというふうに考えています。特に核兵器廃絶をめぐる情勢っていうのが今本当に厳しいというか、核兵器の使用がですね、完全に迫っているような、そんな状況になってますけども、そういう中で核兵器のない世界の実現というのを国際社会に積極的に呼びかけていただいていまして、これまでのところですね、本件の取り組みとも合わせて各界に向けたメッセージというのはこれまでより強く発信できているかなと思います。ただそれをさらに超えるようなような状況があるので、今後G7 サミットもありまして、で G7 サミットを決定していただいたというのも広島にとって非常に大きな感謝をしたいという点ですけれども、G7 サミットを通じて、で今回またその平和の問題について積極的にこの中で取り扱っていくという方針でありますので、この核廃絶に向けた我々の思いを世界に届けるということをさらに今後、国と我々地元広島県ですね、一体となって進めていきたいという期待を持っています。引き続きその他デジタル田園都市とかですね、あるいは
この人材育成とかですね、あるいはスタートアップというところで、県との連携というのが見えるところがたくさんあるんですね。そういった中で我々 の, この目指している、広島ビジョンがあります、それの実現にこう連携しながら取り組んでいくというふうに考えているところです。それから G7 については今ですね、やはりやるべき事項というか取り組むべき事項というのが県民会議、それから各というか広島県、広島市、それぞれ、大体リストアップが終わってまして、そういう中でですね、直近で言うと、正直言うと実は、国葬でたくさん外国の賓客が来られたので、それの対応で外務省もですね、このいろんな決定が少し遅れ気味になっているというところがあります。我々としてはですね、例えばこの県産食材の利用促進に向けて、推薦リストの各市長から出していただいたりして、そういったものを近日中に外務省に提供していきたいと考えています。大きな我々の業務であります宿泊の確保ですね、これについては予約センターを9月1日に開設をして、順次ですね、この参加施設も募集しているんですけども、163施設の参加もいただいたりですね、しています。さらにはこの主会場の見込みがある町内会の主要メンバーとの意見交換をしたりですね、積極的に対応していただけるということだと思いますけれども、そういったことでですね、非常にこう細かいところから、大きなところで今順次、着実に準備は進めているというところです。今後200日前イベント、こういったこともやっていきたいと思ってますし、企業からですね、協賛とか応援をいただくというのをこれ9月14日から27日まで実施をしてですね、いろいろガイドブックとか登りだとかお店でフェアやりますとかですね、こういったことも応募いただいています。こういうふうにですね、それから平和発信についても専任のですね、平和プロジェクト推進課っていうのを、県民会議の中に立ち上げて今準備をしています。こういった形で着実に準備は進めていくことがありまして、今後国葬も終わったので、この加速をして、外務省の方でも、いろんなことを決定をしていってですね、で我々もそれに合わせた準備をしていきたいと考えています。終了の予定時刻は迫ってるんですけど、最後の質問にしたいと思います。中国新聞の永山といいます。2点すいません質問させてください。1点目は今日朝ですね、北朝鮮がミサイルを発射したというのがありました。まずこの受け止めとですね、県としてどのような対応を取ったのか、今後取る予定があるのか、そのあたりを聞かせてください。これが1点とですね、もう一つごめんなさい、全く話が変わるんですけども、マイナンバーカードの普及に向けてですね、政府が来年度創設予定のデジタル田園都市構想の交付金の一部について、住民のカード取得率が全国平均以上でなければ申請できない仕組みを検討していると。で、県内の自治体の区長からもですね、これに反発する声が上がっています。知事の、この方針についてのお考えを聞かせてください。マイナポイントを延長するというような方針も示されてますけれども、こういった政府のマイナンバーカード普及の取り組みについて、全体についてもご意見があればお願いしたいと思います。すいません、以上に1点お願いします。はい、北朝鮮の弾道ミサイルについてですけれども、これ今回ですね、ちょっとまだその推定という、Mnet を通信する方法ですが、この青森
の上空を飛んで、太平洋側に落下したとこういうふうに認識をしております。まあ、被害の報告はないというふうに今のところ聞いていますけれども、こういった非常に、この安全保障上のあるいはその、国民の安全を、にこの、まあ、大きなリスクとなるようなことをですね、行うということには強い憂いを感じているところです。で、県としてはですね、これ、まあ、方向的に、まあ、方向であったということなので、その県内で何かこう対応があったということを、あるいは対応したということはありませんけれども、まあ、今後仮にその弾道ミサイルが本県に影響されるような形で、するような形で発射した場合にはですね、これは国民保護計画というのに基づいて情報伝達だとか、あるいは警戒区域の設定だとか、の体制を整えて、いますし、これ以前もですね、ちょっといろいろやりました。まあ、ちょっと最近ですね、行われていないので、まあ、改めてまた周知をしていく必要があるかなというふうに感じているところですけれども、まあ、避難を呼びかけて、まあ、屋外にいる場合には頑丈な建物に避難してくださいとかですね、まあ、落下した場合にはですね、まあ、いろいろこう弾道の種類でこう被害の様相だとか対応が異なってくるので、まあ、情報収集をしていただいてですね、政府あるいは、まあ、我々からですね、指示もあるので、それに従って落ち着いて行動していただきたいというようなこと、まあ、こういったことをお願いすることになります。とうとうですね、これ今申し上げているこれは、平成21年に最初できて、その後でですね、ミサイルということで、29年弾道ミサイルに特化したタイフローというのを作っていって、まあ、それがこう実際ワークするように今後も進んでいく必要があるかなというふうに思っています。それから、マイナンバー、そうですね、ごめんなさい、マイナンバーについてはですね、これはそもそもやはりマイナンバーの普及というのは国の事業だと思うんですね。で、それがその、進んでいるところ進んでいないところがあるといって、その財政、地方のですね、その財政措置をインセンティブとか、あるいはペナルティとして使うというのは、これはあってはならないことだと思っています。そもそもの根本の原因というのは、このマイナンバーを使う、この、なんていうか、理由がない。マイナンバーというか、ごめんなさい、マイナンバーは普及してるんですけども、マイナンバーカードをですね、取得する理由がないというふうに国民が感じていることが根本的問題なので、それをこう地方がの努力がそれは悪いんだというふうに転嫁するのはおかしいと思いますし、でそのまま平均点はですね、平均点はこれ全ての都道府県が 100% にならない限り平均以下のところが必ず出てくるんですよ。まあ、単純にこういうベルカーブを書くんだとしたら半分は必ずそうなるわけであって、それもおかしな話ですよね。なのでこれはちょっとですね、私としてはあまり適切な対応とは思えないと思います。これでテレビの門脇です。先月国がですね、東広島市 の, マイクロンメモリージャパンの方に、助成を最大で約465億するというような発表ありましたけども、それを受けてこう県内の経済影響、経済効果についてですね、どのようにお考えかお願いいたします。はい、このマイクロンのですね、新しい工場というのは世界最先端の DRAM を製造するという拠点になりまして、でこれに伴ってですね、雇用であるとか、まあ、設備投資を今準備しているところですけれども、
この、まあ、もちろんその生産の拡大ということが大きく期待されるというところであります。まあ、今回のこの補助金の獲得については、まあ、県も前からと非常に密接に、連携を取りながらですね、県ともやり取りをしてきたところでありまして、今晩こうやって決定をしたということはですね、大変嬉しく思っているところです。雇用とか経済面に関してのその影響についてはどのようにお考えでしょうか。はい、まあ、今申し上げた通りで、まあ、今後、まあ、これはその経産省側の発表ということなんですが、総従業員数がですね、約3900人になるというふうに聞いています。で、生産については、これはまたいろんな、メモリーの指標によってですね、変化してくるので、これ一概にこうだということがなかなか言いにくいんだと思いますけど、これまでの投資はですね、まあ、かなり、まあ、1000億単位で巨大な投資になっていると思いますし、それはさらに次の投資にまた結びついていくという観点からですね、まあ、相当に大きなものになるというふうに認識をしています。まあ、それについてはですね、詳細は、まあ、の方にご確認をいただいた方がですね、ちょっと正確なお答えになるかなというふうには思っています。これで知事定例会見を終わります。次回の定例会見は10月11日火曜日13時30分からを予定しています。ありがとうございました。